小川、そして12番の菅野、15番の谷口、18番の菅、21番の加納、そして33番の白戸。第1クォーター残り6分35秒というところで、まだ茨城ロボッツの方に得点が入っていませんが、ここは平尾しっかりと決めていきました。ドリブルから最後平尾。さあそして一方の茨城の方は、第1クォーターのこの時間で平尾が得点を決めていきます。25番の平尾、このチームの茨城のキャプテンで、これで3対2、茨城ロボッツが得点を取ります。1点差になりました。今日は両チームしっかりとしたディフェンス入りました。一旦平尾に、キャプテンの平尾に、4番の小寺ハミルトンが手を挙げた。左サイド6番の小林大輔、決まりました。さあキャプテンの平尾から最後レイアップ、29番の鶴巻です。グリーンが遠い道から行った。さあそしてそこはもう速攻、福岡、茨城の速攻です。いやー、今の本当に茨城早い速攻を見せました。安野からソープ、さあそして縦がいった。さあドリブルでじわじわと攻め込んでいきます。タブスコット、平尾から間際に、その間際44番の丹野、7番のグリーンに、そのダンク、最後決めたのはビバリー。ファウルです。キャプテンの平尾から15番のトラソリーニがこれまたダンク決めていきました。そして小寺、届かない。そしてまだ平尾、最後小寺、決まりました。さあ89対73になりました。ここで今ホイッスル、ブザーです。89対